どうも、コブルです。今回はエイリアンファイヤーチームエリートについて紹介いたします。今回の内容としては消耗品です。一つ目の消耗品として、セントリーガン。説明としては、敵を検知して排除するようにプログラムされた展開可能な自立型タレット。マガジンを使い切ると自爆する。効果型電気ショック。弾は確率でターゲットをスタンさせることができる。効果型焼夷弾、確率で対象を燃やすことができる。二つ目の消耗品について、対人地雷。説明としては、海兵隊員が爆発させることはできないが、海兵隊員が近くにいるときに敵が爆発させた場合、巻き添えを食らう可能性があるため注意が必要。突発型電気ショック、圧電素子を使用した爆弾で直径2メートルの範囲を攻撃する。突発型焼夷弾、焼夷弾を使用した副次的な爆弾で直径2メートルの範囲をカバーする。3つ目の消耗品については、スタティックグリッド。説明としては表面に配置された防御用のマイクロメッシュで敵が範囲に入ると起動する。効果範囲内の敵に移動不能の電気や障害を与える。持続時間は60秒。サイロ、移動速度の低下は離脱後もしばらく続く。4つ目の消耗品については、脆弱用ドローン。説明としては、RQF-97 ヒールスター偵察機は、高解像度の、ライダーと、超音波を用いて敵の装甲面の相対的な厚さを測定する。そのデータを味方の弾道コンピューターに送り、ダメージと武器の射程距離を 25% 向上させる。飛行時間は90秒。5つ目の消耗品について、電気ショック&焼夷弾。説明としては、現在装備している武器の弾薬の 25% を再装填する。電気ショック、対象を一時的にスタンさせる確率がある。焼夷弾、対象を一時的に炎上させる効果がある。今回はエイリアンファイヤーチームエリートの消耗品についての紹介でした。この動画が良かったらチャンネル登録していただけると助かります。それではまた。